ワークステーション、ワークステーション、当時、5、WS は、組版、科学技術計算、金がドル、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した、業務用の高性能なコンピュータである。その筐体のサイズは、通常、パーソナルコンピュータ、PC と、同程度か、若干大きく、デスクトップに設置して使用されることが多い。ムーアの法則に従って、 指数関数的に処理速度が向上する中央演算装置 CPU やグラフィックスプロセッシングユニット GPU を備える PC とは異なりモデルチェンジの周期が長く性能向上が遅く専門特化したハードウェアソフトウェアを使用するため規模の経済の恩恵を享受できず市場原理が働きにくく費用対効果が PC よりも劣るため 近年では徐々に PC に置き換えられつつある。2000年代以降、各社のラインナップにおいて、ワークステーションと銘打たれている製品は、単なる高性能 PC と化している場合がほとんどになっている。ワークステーションは単体で使用されるほか、メインフレームなどを含めたサーバーとネットワークで接続されたインテリジェント端末として使用されることもある。G ISO, IEC 2382から1では、通常、専用の計算能力を持ち、利用者向きの入出力装置を持つ機能単位、ハードウェアソフトウェアからなる指定した目的を遂行できるものと定義しおり、これに従うと PC も含まれる。ただし一般には、ワークステーションとは、一般的な PC よりは高性能、高機能なものを指す場合が多い。 1990年代前半までは PC と比較してマルチウィンドウやアイコンなどによる GUI、ネットワーク機能の標準装備、マルチタスク、SVGA を超える高解像度のディスプレイなどがワークステーションの特徴であった。その後、これらの特徴は PC の高性能化と普及によってワークステーションのみの特徴ではなくなった。特に科学技術計算。 カナダドル、プロダクトデザイン、グラフィックデザインなどに使用されるものは、エンジニアリングワークステーション、以下、ユーズと呼ばれ、これらの作業を円滑に行うため、専用ソフトウェア、専用のハードウェアを持っていたことが多い。また、事務処理や組版などの編集作業に使われるものは、オフィスワークステーションなどと呼ばれる。ワークステーションの中には、ユーザー専用に開発された。 マザーボード、PCI ボード、周辺機器などを組み替えることで様々な制御機器のセンターマシン、監視装置などとして使用されることもある。これらの多くはリモートセンシングなど特殊な分野で利用されている。ボシステムなどに代表される流通システムでは、全国規模に及ぶネットワーク化されたシステムをメインフレームとサーバ専用機などの中規模なコンピュータ、 ワークステーションなどを組み合わせて使用することが多く、数十台から1万台単位の規模で、ソリューション、情報システムとして販売される。このような場合、ユーズなどと違いシステム構築の容易さと通信処理、能力や、レジスターやバーコードリーダーなどの専用ハードウェアへの対応が必要とされ、ワークステーションは端末としての機能も果たす。一度の大量発注による製造、 販売、輸送コストの削減などが行われる。なお、かつては、ラン内で、サーバに対して、ユーザーの手元にあるコンピュータのことも、ワークステーションと呼ばれていた、例、Windows NT サーバーと、Windows NT ワークステーション。これは、コンピュータ自体の機能や性能による区分ではなく、もっぱらネットワーク内での役割による区分であり、ハードウェアとしては PC そのものである場合も多かった。 近年では、クライアントと呼ぶことが多い。コンピュータを製造、販売するメーカーが、それぞれの販売戦略により、ワークステーションやパーソナルコンピュータ、サーバなどの名称を使い分けていることも、これら各カテゴリの境界を曖昧なものとする要因となっている。主に複数の人員により作業を行うデータ入力端末が最も多く使用されている。特に、 PC のような単独で動作する機能は必要なく必ずセンターマシンが介在する。近年は PC に置き換えられつつある。端末型のワークステーションは1980年代前半に始まる。メインフレームを中心に複数の端末機器を接続したものでディスプレイを内蔵した端末機をワークステーションと呼んだ。これらの多くは後に 大規模なグラフィック専用のメモリを搭載することにより、高度な漢字処理能力を有し、組版などのグラフィカルな処理を行える機能を有していた。これらの一部は後にワードプロセッサーとして分化していった。またこれに伴い、レーザープリンターが接続されるなど高度な組版処理が行えるように進化していった。これらは現在でも端末型のワークステーションとして、ホテル、ボスシステム、 金融機関などで使用されているが、徐々に PC に置き換えられつつある。2004年では、ユーズの上位機種においては6 4ビットマルチプロセッサや6 4ビット p c i インターフェースに対応したグラフィック系の処理能力を持つハードウェアを有することが多かった。2007年1月現在では、マルチコア CPU や PCI Express の普及が始まっている。 インテル系の PC ではワークステーションに導入されたハードウェアが少し遅れて PC でも使われワークステーションと PC のハードウェアにおける性能的な境界は曖昧になっている。このためメーカーがインテル系のワークステーションを PC の上位機種として位置づけることもある。ユーズではグラフィックボードやスカジーボードにおいて専用ハードウェアを搭載している場合が多い。また、 OS 自体に各メーカーがカスタマイズを行っていることも多い。それらのワークステーションは専用開発のハードウェアであるため、費用対効果に劣り、パーソナルコンピュータに比べて非常に高価なものとなっている。そのため、近年は徐々に高性能な GPU を備える PC に置き換えられつつある。1980年代、ユニックスをベースとした。 クライアントサーバーモデルのクライアントとして、オペレーティングシステム OS がユニックスによるユニックスワークステーションが登場した。これらは、光学ペンやタブレットなどの入力や、プロットなどの多数のインターフェースを有し、大規模なメモリを搭載し、設計、学術計算などに使用された。1990年代後半、一部のカナダドルなどの 高度なグラフィック処理を必要とするものは、ユニックスワークステーションが主流で、PC とは異なり各社独自のアーキテクチャを使用した、専用ハードウェアを使用するものが多く、性能面でも PC を凌駕していた。しかし、PC の爆発的普及に伴う大量、生産効果などがあり、インテル製プロセッサの性能が急激に向上したため、従来ワークステーションで行われていた業務のうち、 専用のハードウェアを必要としないものがパーソナルコンピュータで行われるようになった。インテル製プロセッサのマルチプロセッサ化が遅れたことや、64bitPCI bus など大規模データの取り扱いを必要とするワークステーションのニーズが高まり、専用の周辺機器などが開発された。Windows NT の性能向上とともに DOS を採用する Windows ワークステーションが登場した。 PC の性能の向上とともに差は少なくなると思われたが、Windows の 64bitCPU 対応など、高性能どころが行える OS の開発やマルチ、CPU 化などにより、大幅に性能が向上し、3D モデルや画像解析などの新たに多くのニーズが登場し、専用のアプリケーションが開発されている。これらの多くは、 ワークステーションの性能に合わせカスタマイズされることが多く、ワークステーション専用のグラフィックアクセラレータなどのハードウェアやドライバ類が専用化されているが、一般のパーソナルコンピューターとは一線を画している。また多くのワークステーションでは64ビットの PCI バスを持っている。プロセッサは64ビットが主流だが、32ビット製品も採用されている。 ユーズの MPU、CPU では、ディスク系、PA、ディスク、パワー、スパーク、MIPS、アルファーなど、X64、インテル系、X86、IA-32、IA-64 など様々な種類が使用されているが、ユニックス系ではそれぞれに対応したものがあるのに、対して、Windows 系では、ディスク系は、パワー PC、MIPS、 アルファをサポートするものが存在した。Windows 系でも製造、販売されているものは Intel よび AMD の X86、X64 系のみである。Windows 系の GPU にはオパングルへの最適化やサポート体制の関係上、NVIDIA の Quadro シリーズや AMD の FirePro シリーズを搭載することが多い。なお、Max や Linux などのユニックス系製品の一部には、 G-Force や Radeon シリーズが搭載されているものも存在する。ただし ECC メモリをサポートするのは、Quadro や Firepro の上位機種に限られる。グップグップのために NVIDIA Tesla や AMD Firepro S シリーズを追加で搭載するワークステーションもある。Unix ワークステーションも、Intel や AMD のハイエンド CPU や、マザーボードを採用した上で、Linux や、 マックスなどの PC ユニックスをプリインストールすることによりハードウェアの設計が概ね共通化れたため Windows 系システムとほぼ同等の価格で購入できるようになっている流通などを目的とし出荷台数ではユーズを上回るハードウェア OS など主に端末系とエンジニアリング系の一部を流用した製品である主にミニコン、オフコンまたは サーバとセットになった端末型か、ユーズのハードウェアを内包し外観は別製品となっている。ユーズを内包したものの中には、ユーズ本体、または同一のマザーボード、CPU などを内蔵しているが、ファームウェアの変更を行ったり、状況に応じ専用の LSI をマザーボード上に搭載するなど、構成多くは専用にカスタマイズされたハードウェアを持つ。 このため OS が Windows 系であっても BIOS などが異なり他のユーズや PC との互換性は全くない。1990年代前半はほとんどが独自の OS であったが1990年代後半は多くがユニックスや Windows 系のサーバー用マシンをベースに設計された。そのほとんどは顧客のニーズに合わせ設計されているため 専用のアプリケーションを使用する。特に高度な GUI は必要とされず、容易に業務を実行できるようカスタマイズされている。またこれらの多くは、制御を兼ね備えるため、多くのインターフェースを有する。太字は、現行機種、2012年5月現在。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。